今回は、スナップ設定ツールとグリッドについて説明します。こちらのアイコンがスナップ設定ツールとグリッド関連のツールです。こちらがグリッド表示の切り替えボタンです。これを押すと、グリッドを表示・非表示とすることができます。こちらがスナップツールです。これらのスナップツールを有効にするには、スナップロックをクリックします。すると、青色に変色します。 例えばスナップエンドポイントを使ってみましょうラインツールを使って線を引いていきますカーソルを近づけるとこのようにエンドポイントのマークが表示されますそこでクリックするとこのラインの端点にラインを結びつけることができますこちらの端点にもマウスを近づけるとこのようにエンドポイントマークが表示されますので ここでクリック視線を引いていきます次は中点スナップを行ってみましょう今回もラインを引いていきますこちらのライン上でカーソルを動かすと中点スナップマークが表示されますのでここでクリックするとこの線分の中点を選択したことになります同様にこちらの線分についてもマウスを移動し 中点を選択し、ラインを描きます。今度は、スナップセンターを行ってみましょう。この円の中心から線を引く場合、このツールを使ってみます。こちらをオフにして、スナップセンターをオンにします。すると、マウスをこの円の中に移動すると、円の中心にマーカーが表示されます。ここでクリックしてセンターを選択し、線を引いてやります。 こちらの四角形についても同様にセンターを選択することができます。今回はセンターに円を描いてみましょう。このようにセンターを選んで四角形の中心より円を描くことができます。それでは次にスナップ角度をやってみましょう。このツールは円円弧の周上の30度45度ごとの点にスナップします。こちらの四角形は削除しておきます。 そして、ラインツールを選択します。演習場で動かすと、このようにスナップマークが表示されます。この状態で90度でスナップしています。こちらで270度。こちらは0度。 そして180度の円周上にスナップして線を引きます。45度のところにもスナップして、線を引いてみましょう。次は、光転スナップを行ってみます。 そして、ラインツールを選択し、円周と重なる交点を作成します。こちらの円周とラインの交点にマウスを合わせると、交点スナップマークが表示されます。ここでクリックし、ラインを引きます。次はスナップパーテンディキュアを行ってみましょう。これは、 直角に線を引くためのスナップです。このラインに対して直角に線を引きます。このツールとラインツールを選択し描いていきましょう。ここをクリックしマウスをラインに近づけます。するとスナップマークが表示されますので、クリックすると直角の線を引くことができます。もう一度行ってみます。次は、 延長線上に線を引くスナップエクステンションを行ってみますラインツールを選択しますそしてこのラインの延長線上にマウスカーソルを移動するとこのようにスナップマークが表示されますのでここでクリックし線を引きますするとこの線の延長線上に線を引くことができました もう一度、行ってみます。このラインの延長線上にマウスを近づけ、スナップマークが表示されたところでこのように線を描きます。次は、平行スナップを行ってみます。こちらの線に対して、平行線を引きます。ラインの視点をクリックし、線を伸ばした状態で、スナップマークが出たところでクリックします。すると、 このように平行線を引くことができます。こちらのスナップスペシャルについては、今回は省略します。次に、スナップニアを行ってみましょう。これは、マウスカーソル位置から最も近いオブジェクトの最近接点にスナップします。例えば、この線上に円を描いていきます。 このようにマウスを近づけるとスナップマークが表示されますのでここでクリックし円を描きますするとこのように線の中心がライン上に配置されます次はスナップオルトを行ってみますこれは直線と平行線0度または45度90度で交わる線上にスナップします この水平線に対して90度の線を引くことができます。同様に45度の線もこのようにスナップマークをガイドに引くことができます最後に0度の線も引いてみましょう。 こちらはグリッドへのスナップボタンです。グリッドが表示されている場合は、このスナップを使用することができます。ラインツールで確認してみましょう。このようにグリッドマークが表示された時にクリックして線を描きます。するとこのようにグリッドにスナップした図形を描くことができます。このグリッドへスナップツールを無効にすると、このように、 グリップに依存しない図形を描くこ,とができますこちらのスナップワーキングプレインは作業平面外の座標を選択した場合に選択点が作業平面上に乗るように移動させるツールです最後にスナップディメンジョンズを使用してみましょうこのような寸法オブジェクトがある場合この端点にスナップして線を描く場合に使用します このスナップツールをオンにして、線を描きます。寸法の端点をクリックしマウスを動かすと、このように端点からの距離を表示し線を描くことができます。